こんばんは、若松のネオチャンネルでございます。この歌の世界でですね、作詞家、それから作曲家、それからアレンジャー、どうやってこの世の中に出るかっていうねことですけれども、まあなかなかこれはね、詩がいいから出るわけじゃなくて、曲がいいから出るわけじゃなくて、アレンジがすごいから出るわけじゃなくて、でも人かね、曲とかアレンジが良くなければ、それはなかなか出ないですよ基本。でもね、作詞にしても作曲にしてもね、アレンジ編曲にしても、世の中に出ないでですね、素晴らしい方ってまあいらっしゃるんですよ。でなおかつね、作詞家になりたい、作曲家になりたい、アレンジャーになりたいという強い気持ちを持って、なおかつ才能があって一生懸命やってるんですけども、なかなか出ないですね。これはもう世の中のね、一つのまあなんていうのかな、運とか縁とかタイミングとか、まあそういうことが基本なんですよね。だいたいね、こうあんまりね力があっても、その名前がね出てない、そういう作家の方たち、まあたまたまね、まあ新人とかね、に関わって、まあ、詩を書いたり曲を書いたり、ね、アレンジをしたりして、その新人がねガーッと売れたりするとね、それと新人のその歌手の方と一緒にね、作家も売れていくんですよ。っていうのはもう単純ですよね。こうね、バッと売れるってことはね、お歌もいいな、歌ってる人もいいけども、ね、歌もいいな、でもこれ誰書いてんだろうなってことに、まあ関係者はそこに目が向くわけですよね。そうすると、名前書いてないけど、名前知らね、あまり知らないけど、でもいい詩だから今度ね、この人に頼んでみようかっていうね、そういう風になっていくんですよね。だからなんていうのかな、まあね、私なんかもこの仕事やってると、やっぱりね、詩を送っていただいたり、曲を送っていただいたり、いろいろありますよ。で中にはね、いい詩もあるし、いい曲もあるし、じゃあなんでね、採用しないんですかっていうと、もう採用はしたいんだけどね、そんなにね、この売れてる人を、売れてるね、歌手の方の作品をですね、自分がそんなに自由にできるわけじゃないしね、なおかつね、作品もしょっちゅう出してるわけじゃないから。でもう一つ難しいのはね、結局そのね、もっと前からいろいろ作詞家とか作曲家とかね、アレンジャーの方がね、一生懸命努力してやってくれてる方がいらっしゃるわけですよね。そうするとどうしてもね、パーッとこう売れ始まった時に、でその人たちも一緒に出るんだけど、ね、やっぱり引き続きね、その作詞家とか作曲家とかアレンジャーでやろうかっていう傾向が強くなるわけですよね。そうするとね、なかなかね、そのいい詩があってもいい曲があってもね、じゃあね、次の新曲はじゃあこの、ね、作詞家でやろうか作曲家でやろうかっていうふうには単純になっていかないんですよね。そう考えるとね、なかなかこう力があってもね、こう作家として世の中に出るっていうのはね、まあなんていうのかな、本当に運と縁とタイミングですよね。ただじゃあその運と縁とタイミングのね、根っこはね、どういうことかっていうことだよね。そうするとやっぱり
一つは人間性だね。それと一生懸命こうやってる、ひたすらやってるその姿、それからやっぱりそのひたすらやっててもね、自分だけでやってたんでは相手に伝わらないからね、やっぱり程よく、いや今度はこういう詩を書いたからどうなんですよとかね、状況説明ね、まあ手紙でもメールでも何でもいいんですけども、ね、説明をねしてくれたり、そういうこう程よくコンタクトを取る、そういうコンタクトを取るってことをやってないとね、突然意思ができたからね採用するってわけにいかないからね。だからそういう基本的にはまあやっぱり資質が一番大事ですけれども、あとはやっぱり人柄かな。人柄って言ってもその、まあ、あの熱意っていうんですかね、正直な熱意、それからやっぱりそれをね、なんていうのかこう、まあ挨拶と同じくね、あったらおはようございますっていうのと同じく、やっぱりアピールしていかなくちゃないよね。まあそういうことで、作家の方がようになかなかね出にくいっていうのは、そんな状況が一つ根っこにあるんじゃないかと思います。またよろしくお願いいたします。ありがとうございます。